はい、皆さんコンセプトです、この度ですね、このようなラジオという名目でおしゃべりをすることになったといいますか、することにしたんですけれども、そうですね、事の発端というか経緯的なものを最初にお話ししておくと、チャンネル登録者のねチャンネル登録していただいている方に今までスタンプぐらいしか提供できてなかったのもあって、でもなんか、その方々にねできることないかなと思ってたんですけど、そうなるとまた僕モバレの配信をしてるんで、モバレの動画を限定公開とかであげるくらいしかないのかなって思ってたんですけど、そもそも僕別にモバレが上手くないんで、ちょっとそれは無理だなってことになって、デス集とかね、まあそのうち作ろうかなと思うんですけど、まあラジオみたいなね、まあ、ちょっと形容、他に形容すべき言葉がないので、ちょっとラジオという名目でちょっと偉そうな言い方をさせてもらいますけど、ラジオならね、まあ、移動中とかにも聞けるし、画面見なくてもいいかなということもあるんで、まあ、お手軽感のある形でちょっとやらせていただこうかなと思います。このうちね、誰かとコラボなんかもして、限定公開にしてね、メインゲンの方に楽しんでいただけるようなものも出せたらなとは考えてます。今までね、その Twitter のスペースとかで何度かこんな形で話をしていたんですけど、スペースって生でしか聞けないのもあって、で、まあせっかくやるんだったら録画にしようかなと思ったんで、こんな形を撮らせていただきました。はい。ということでね、まあ、最初なんで特に、もう話すこともないんですけど、今までこうスペースのやるときとかに、質問箱で質問を募集していたんで、その時のね、ものをちょっと、読めそうなものを前に、遡っての読んでいこうかなと思います。はい。で、概要欄にですね、僕の質問箱を設置してますので、まあ、どんな質問でも答えられる範囲で答えたいと思います。モバレのね、ことでも、全然モバレの関係ないことでも、もうどんなことでも、答えられれば答えます。はい。ということでね、よろしければ、質問お待ちしてますので、はい。よろしくお願いいたします。ということでね、最初の質問は、これ俺なんで残してるのかわかんないですけどね、いつ結婚するんですかということで、これはもうちょっとね、やかましいってことにしてますけど、これモバレの話なんですけどね、ソロランで負け続けてどうしようもないと思った時に最後の砦はこいつだというヒーローはいますか？ちなみに僕はフランコですって質問ね、来てるんですけど、ソロランで負け続ける時ってマジで何やっても基本勝てないんですよね。なんか、もう結構、やっぱソロランってほんと波があるから、勝ちまくる時もあれば負けまくる時もあって、でも負けまくった時って、もう僕の場合とかね、なんか、じゃあちょっと、そろそろアリスで決めるかみたいなと思うんですけど、アリスでもなんか普通にめっちゃ負けるみたいなこともあって、その時にね、普段やらないヒーローとか使うとね、気分転換になるし、なんかね、なんか勝てる時あるんで、そういう時はね、自分の普段やらないけどちょっとおもろいなみたいなヒーローを使うと、なんかサクッと勝ったりします。はい。まあそういうの、皆さんそれぞれね、そういうのがあれば、この場合なんだろうね、なんかそれこそなんかエレシルとか結構まあまあ使うんですけど、メタヘとかねおすすめされて使ったんです、久しぶりに使ったんですけど、やっぱおもろいっすわ。はい。ということで、次の質問いきますけども、旅行するなら都会田舎どっち派ですか？僕は生意気にも住まいが東京なので、都会にあんまり憧れないので、どちらかというと田舎というか、自然の豊かなところに行きたいなっていうのは思うんですよね。海とか、あとはそのなんでしょうね、森って言ったらですけど、まあ、そういうところで、普段こう味わえないものとかを味わいたいなって思うんですけど、正直旅行するんだったら僕ラーメン食いまくりたいんですよね。ついこの前も愛知に行ってきたんですけど、この時も食事すべてラーメンでしたね。お酒を飲んだ時のおつまみを除いて食事4食食べたんですけど、すべてラーメンでした。はい。これラーメンが好きなんですけど、結局その旅行の名目自体が僕あんまりそのなんかどこに行き
したいというか、なんかそのそこの現地の人とこうなんかね、あの食ったり飲んだりしたいみたいなのが多かったりして、なので、なんか都会がいい田舎がいいっていうのは正直ないですけど、まあどちらかといえば田舎ですかね。はい、結構なんか僕の勝手なイメージなんですけど、なんかその田舎の方とかってご飯めっちゃ美味しいっすよね。なんかそれこそ海鮮とか好きなんで、こっちの方の海鮮丼とか普通に海鮮とかめっちゃ食べたいなって思います。はい、次の質問ですね。スペースの時にお悩み解決コーナーとかしてほしいというものをいただいてますが、お悩み解決多分僕できないんですけど解決は僕できないんですけど、あの悩みを聞いて、あのまあ、こんな感じにするといいんじゃないでしょうかみたいな、あの提案みたいなのは、あのまああれば、あのお返ししたいなと思いますんで、まああの僕なんかにね、お悩みを投げつける覚悟のある方は、あぜひ質問箱でお持ちしてます。はい、おすすめ、あ次の質問いきますね。おすすめまたは一番好きなアニメなんですか。僕ずっと前から言ってるんですけど、一番好きなアニメ、まあ、一番好きなアニメが2つあるって言うと矛盾してるんですけど、まあ、ベクトルの違う、もう両方1位みたいなアニメがあって、で1個はその天元突破グレンラガンっていう、もう僕が普段配信でなんかノリとか言いまくってるんですけど、まあ、それの根源となったアニメなんですよね。なんかもう根性でなんとかするみたいな感じなんですけど、なんかよくね、なんかそのロボットもののアニメなんで結構敬遠されがちなんですけど、ロボットアニメってそのなんていうんですかね、まあ、もちろんロボットもメインなんですけど、そのここに描かれる人間関係とかその成長みたいなものが本当一番面白いなっていうのはすごい思うんで、コードギアスとか本当にこうロボットってだけで敬遠した人とかはすごいもったいないなと思うんで、一度見てほしいなと思います。特にグレンラガンはね、脳死で見れるアニメなんで特に考えなくてもいいと思います。でそのもう一個の好きなアニメがグラナドっていうアニメなんですけど、こっちはね、もう本当に人生、グラナドは人生って一度は聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、このグラナドというアニメなんですけど、これはもうね、家族愛っていうかね、本当人間関係のこうドラマというか、笑いあり涙ありの、あのアニメとなってまして、これ1期と2期が24話ずつぐらいあって、ちょっとまあ長めなんですけど、このね、2期目のアフターストーリーっていうのがあるんですけどね、それがもうほんと爆泣き必死なんで、もう本当になんならなんていうんですかね、グレンラガンって結構その魂アニメを選んだりする可能性あるんですけど、クロナダは本当にみんなに見てほしいアニメなんで、まあ、気になった方はね、ぜひ一度見てみてください。でよくあるのが絵が苦手で見れないっていう人本当に多いんですけど、もう最悪もう目閉じててもいいから見てほしいんですよ。こちら聞いてほしいかっていうぐらい本当におすすめしたいアニメなんで、ぜひね、興味ある方は見てみてください。次、ビビリは犬に吠えられて声出ます、対戦お願いします。わかるな、ね、これ僕も結構ビビリなとこがあって、よくこう家庭に出てくると嫌われる虫第一みたいなやついるじゃないですか。あいつが僕本当に苦手で、しかも僕結構ビビリなんで、びっくりすると声出るんですよね。なんか道とかでもなんかびっくりすると声出て、周りの人に変なやつだと思われたりするんですけど、やっぱね、あるよね、そういう時ね。なんか何の解決もならなかったですけど、はい、でも僕も結構そっちのタイプなんで、はい、安心してください。辛い時って、あ、すみません、次ですね。辛い時ってどうやって立ち直りますか？辛い時ね、一旦寝る。もう、一旦酒飲んで寝ると、なんとか、マシになってることが多いっすよね。大体こう、なんかね、考えちゃうのって夜じゃないですか。夜って、やっぱ、めっちゃ考えちゃうんですよね。
特に僕結構心配性なところがあって、でこうなったらどうしよう、ああなったらどうしようとか言って、でなんか今日はなんかちょっとあれあんなこと言っちゃったけど、ちょっと言い過ぎたわみたいなこともあって、やり過ぎたわみたいなこともあったりして、自分のやったあれ、やっぱこれになっちゃったらどうしようかなみたいな結構悪いことばっか考えちゃうんですけど、そういう時ってマジで寝ると、まあそんな大したことないかなって思えるんで。まあもちろんね、その大したことなくないこともあると思うんですけど、一旦寝るといいと思います。飲んで、飲まなくてもいいと思うんですけど、夜はほんと考えがちになるんでね、寝るのがいいかなと思います。次ですね、似てるって言われたことある芸能人いますか。なんかね、あんまり言われないんですよね。逆になんか誰かに似てるってのがあったら教えてほしいんですけど、なんか一人ね、僕友達から送られてきた写真があって、議員なのかな、議員の方にね、めっちゃ似てるって言われて、で LINE 送られてきたんですけど、めちゃくちゃ似てました。はい、ちょっと名前忘れちゃったんですよね。なんか小島なんとかさんっていう方だったんですけど、めっちゃ似てましたね。はい、自分で見てびっくりしました。こんな感じでね、まあ、ちょっと第1回だったんで、なんか、これをね、まず、自分の登録していただいてる方に発信するのめちゃくちゃ恥ずかしいんですけど、一人でずっと、なんか何もない中で喋ってるんで、ま、ね、なんかに、ぼちぼち続けていこうかなとは思うんで、まあ、先ほどもね、申し上げたんですが、概要欄に質問箱貼ってありますんで、何かあればね、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。